ジャンティン・ゲリー制作によるバーゼルにある廃物噴水、ジャンティン・ゲリー制作による AOSXK エルサレムのイスラエル美術館、ジャンクアートとはジャンクを寄せ集めるなどして制作した芸術作品を指す。廃物美術、廃品美術とも呼ぶ。1950年代以降急速に脚光を浴びた手法で21世紀の現在にまで続いている。 ジャンクアートの起源である廃物利用の芸術はパブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックらによるパピエ・コレや、ハノーファーで活躍した1920年代のダダイスムの美術作家、クルト・シュビッタースのメルツ、絵画やメルツ建築にその先駆けを見ることができる。また、見つけてきた既製品を使って全く異なった美術作品にすることは同じくダダイスムの美術家、 マルセル・デューシャンのレディメイドに起源を見出すこともできる。いずれも20世紀初頭の急速な機械化、工業化や量産品の台頭に対する芸術家からの反応と言える。しかし、シュビッタースのメルズ、絵画などを除き、1910年代から1920年代のダダイスムの中では廃物使用よりは新品の既製品を 本来の使用方法と異なった方法で寄せ合わせて展示し、その製品の意味をずらしたり変えたりすることが多かった。これに対し、第二次世界大戦後の1950年代後半から欧米各国で廃棄物のかけらを寄せ集めた作品を作る美術家がほぼ同時に現れ、急速に広がった。アメリカ合衆国では、ジョン・チェンバレンが 廃車の断片を組み合わせて構成した彫刻を作り上げた。ロバート・ラウシェンバーグは新品の既製品の布や機械などと廃物を組み合わせたが、さらにここへ絵の具を塗り付けた。彼はこれをコンバインペインテ,インティングと呼んだが、絵の具を塗ることで新品の既製品も廃物と化してしまうものだった。またルイーズ・ネベルソンも箱の中に木切れや捨てられた家具のかけらを寄せ集めて、 黒く塗り、箱を多数積み上げ体を覆うばかりの大きさに積み上げた彫刻を作った。ジョゼフ・コーネルも手に乗るサイズの箱に親密な廃物などで小宇宙を作るごく小さな彫刻作品を制作した。特にラウシェンバーグの影響は大きく、戦前のダダイスムに対するネオダダという美術動向の中心とみなされるようになった。フランスをはじめヨーロッパでも、 廃物芸術が盛んになった。アルマンは廃物の中から同じ種類の直接人間が手にしたり身につけたりするものを大量に集め寄せ集めて作品を作った。セザールは屑鉄を寄せ集めて溶接した人体彫刻から始まり廃車をプレス機で圧縮する彫刻を作った。ジャンティン・ゲリーは捨てられた家電や 機械の一部などを組み立てて不器用に動いて音を立てる巨大な機械を制作した。1960年にはニューヨーク近代美術館でそのうちの一台を動かして最後は自ら炎上して崩壊するというパフォーマンスを行った。アルマンやセザール、ティン・ゲリーはイブクラインだと共に1960年ヌーボーレアリスムというグループを立ち上げている。こうした 同時手発的な廃材利用やアッサンブラージュは大量生産と大量消費によってものが簡単に捨てられ町や各地の処分場に廃棄物の山ができ始めた時期を反映している。彼らはゴミを素材に取り入れることでもはや人間を取り巻く自然の一部と化した廃物との付き合い方や大量消費社会での生き抜き方を模索した。チェンバレンラは ゴミの中の美しさを取り出し、アルマンらはゴミの寸断された断片から痛々しさを呼び起こし、ネベルソンらはゴミとなったものを使っていた人たちの記憶や存在を思い起こさせ、ティンゲリーはゴミを生み出す大量消費社会を役に立たない機会を作ることで笑い飛ばした。ネオダダやヌーボーレアリスムが1960年代前半に収束し、 ジャンクアートという言葉があやや捨てれた後も、各作からは廃物を利用した作品制作を続けた。また、廃物は、ハプニングやパフォーマンスアートの中にも、装置や小道具などとして使われ、1970年代以降、現在に至るインスタレーションでも、廃物を利用して空間を作品とする芸術家が多いなど、廃物利用は様々な動機から行われる。 一般的な手法となった。ありがとうございます。